視野範囲外がある、という理解に、少し疑問はある。海を見る、向こうは見えない。なぜか？実は地球は球形なので、5km 先は湾曲してるから。海水はどうなんの？意外と無視できない感覚らしく、アメリカの方では地球平面説、というのが一部で、信仰されてる、らしい。不意にその理解が、視野範囲外は見えない、その例かも。なんだか、不思議な環境にいる、のだ。自分が平面だと思ってる世界は、実は球面。この理解は、ゲームが普及したことで実は発生した、のかもしれない。ゲームの中では地平線の先それは、単なる断崖である、存在しない。2Dの方にリアリティを感じた理由、だろうか。画面の外は、見えない。それは主観として共有しうる現実ではある、が。妙なプライドもまだ、ここで、奇妙な執着を見せるか。